ホームチャンネル。はい、この露天風呂から入った感じの目線、こちらが男性風呂で、この奥が女性風呂です。で、向こうから女性が歩いてくる感じです。で、あちらの障子あたりが、こちらが朝食夕飯会場です。ここに仏像があります。小さく見えますけど、2メーター50ぐらいあります。混浴に行く場合は、ここの男性風呂のここを通ってずっと歩いていかなくてはなりません。昼間だとここはこう男性風呂から丸見えでこう通る感じになります。はい、こちらが朝食夕飯会場から外を見た眺めになっております。ご覧の通り、日中は露天風呂が丸見えになりますので、覗かれたくない方は夜間に入ることをお勧めします。夜は全く見えなくなりますので安心して入れると思います。以上、栃木県にある塩原温泉和楽遊園からでした。